リードが違うのでぜひそこにも注目してみてほしいです。はい、それおーすみはい、大丈夫かな。はい、それでは次の曲に、先ほどお送りしたのは東京フラッシュという曲です。で次にお送りするのは青いしおりという曲になります。Thank you.
ちょっとここにね、ゆかりがある曲なんだよね。そうですね、次歌う曲はこの町田アクトっていうライブハウスにちょっと由来があって、まあここ降りてくる階段のところにポスターがあるんですけど、ソラニっていう映画の舞台となったライブハウスなんですけど、この町田アクトっていう場所が、でその映画の主題歌であるアジアンカーフジェネレーションさんのソラニっていう曲を今から歌います。とまたこのジャガリオジャガレっていうバンドは育名祭からだったんですけど、4年生同期6人でこれが最後の、演奏になるので来ててください。それでは皆さんお元気で、またどこかで会いましょう。ジャガリオジャガレの由来なんですけど、そうガリレオガリレイの青いしおりと、あとソラニンは、まあ、ジャガイモの、まあ、毒なんでジャガイモで、でジャガリオジャガレだっていう、まあ、そういう由来になってます。Yeah.
Thank you.